カッパンジョジョバンニが学校の門を出るとき同じ組の七八人は家へ帰らずカンパネルラを真ん中にして校庭の隅の桜の木のところに集まっていました。それは 今夜の星祭りに青い明かりをこしらえて川へ流すカラスウリを取りに行く相談らしかったのですけれどもジョバンニは手を大きく振ってどしどし学校の門を出てきましたすると町の家々では今夜の銀河の祭りに一位の葉の玉を吊るしたりヒノキの枝に明かりをつけたりして いいろろ支度をしているのでした家へは帰らずジョバンニが街を三つ曲がってある大きな活版所に入ってすぐ入り口の計算台にいたダブダブの白いシャツを着た人にお辞儀をしてジョバンニは靴を脱いで上がりますと突き当たりの大きな扉を開けました中には まだ昼なのに電灯がついてたくさんの臨天機がバタリバタリと回りキレで頭を縛ったりランプシェードをかけたりした人たちが何か歌うように読んだり数えたりしながらたくさん働いておりましたジョバンニはすぐ入り口から3番目の高いテーブルに座った人のところへ行ってお授業しました その人はしばらく棚を探してから、これだけ拾っていけるかねと言いながら一枚の紙切れを渡しました。ジョバンニはその人のテーブルの足元から一つの小さな平たい箱を取り出して、向こうの電灯のたくさんついた立てかけてある壁の隅のところへしゃがみ込むと、小さなピンセットで、 まるで泡粒ぐらいの活字を次から次と拾い始めました青い胸当てをした人がジョバンニの後ろを通りながら「よう虫眼鏡君、おはよう」うと言いますと近くの四五人の人たちが声も立てずこっちも向かずに低く笑いましたジョバンニは 何遍も目を拭いながら活字をだんだん拾いました六字が打ってしばらくたった頃ジョバンニは拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱をもう一度手に持った紙切れと引き合わせてからさっきのテーブルの人へ持ってきましたその人は黙ってそれを受け取ってかすかにうなずきました ジョバンニはお辞儀をすると扉を開けてさっきの計算台ののとところに来ましたするとさっきの白服を着た人がやっぱり黙って小さな銀貨を一つジョバンニに渡しましたジョバンニはにわかに顔色が良くなって威勢よくお辞儀をすると台の下に置いたカバンを持って表へ飛び出しました それから元気よく口笛を吹きながらパン屋へ寄ってパンの塊を一つと角砂糖を一袋買いますと一目散に走り出しました。